3日目ですけども、自分キャンプやってみていかがですか。思った以上にランニングがきつくてしんどいです結構体も張ってきたり疲れてもらいます。下半身が結構張ってます。そして今日、2回目ですね、はい、2回目のブルペンありましたけども、そのピッチングの方の感触っていうのはいかがですか。そうですね、今日少しこの前よりは力を入れた感じでは投げたんですけど、まあ、でもその中でも力みっていう感じではなくて、まあ、いい感じにこう力が入った状態で、まあ、自分の中でも少し力を抑えながら投げれたかなと思います。じゃあ初日のブルペンとまた今日もですけども、はい、原監督がこのキャッチャーの後ろだったり真後ろで見ているような状況でしたけども、その辺というのはやっぱり力入る部分とかあるか、なんかありますか。まあ、今日初めてこう後ろから見てもらったんですけど、まあ、その前に投げる前に声をかけてもらって見てるからなっていうふうには言われて、まあ、でも力が入りそうだったんですけど、まあ、その中では自分では抑えてっていう思いでやりました。なんか投げてる途中にも終わったとか、はい、なんか話してるんですけど、なんか原監督から声かけるこんな声かけられたとかありますか。原監督っていうよりは松坂さんも一緒に見ててくれてて、で、まあ、その言葉投げた後の言葉っていうのをもらって、うん、っていう感じでした。松坂さんからは全然差つかない範囲でどんなことを、はい、思っていた以上にまっすぐがいいっていうふうには褒めてもらえたので、すごい自信にはなりました。確かにご自身の中でもそのまっすぐの手応えっていうのは結構、はい、今のところはいい感じですか。そうですね、今のところはいい感じには来てるのかなと思います。まあ今回1軍スタートでかなり勝負の年というか気合いの入っている年なのかなと思うんですけども、その辺の意気込みっていうのはいかがですか。まあ、まずはその試合かっていう目標に向かって、まあ、1軍キャンプに呼んでもらっているので、まあ、アピールをして、まあ、1日でも早く試合かできるようにアピールしていければいいかなと思います。まあ、これは改めてになると思うんですけども、自分のアピールしたい場所、はい、どんなところをどんどんアピールしていきたいですか。まあ、変わらずにまっすぐっていうのは、まあ、求めてきてやってきましたし、まあ、これからもそこは求めてやっていくと思うので、まっすぐっていうのは見てほしいな